確かに水が枯れ始め、やっぱり少しずつ水、湧き水の量、溜まったままの水はだんだんし、そうですか。どうだろう、村の問題は答えを追っても追っても、湧き水の量が増えれば状況も改善できる。問題が大きすぎてちょっと工夫するくらい、せっかく戻ろう。資料をしっかりまとめて。わかりま。ここは調査のしがいがあるな。面白いものが見つかりそう。これ初めて見るかも。さあ行こうか。興味深いものが見つかったわね。これ初めて見るかも。今のうちですよ先輩。どうしよう。みんなお疲れ様。もっと効率が上げられるな。当たってくれ。はい。まだまだ行くよ。俺も行くよ。おとなしくしてな。これは効くわよ。時間の無駄だわ。行きましょう。さっさと終わらせるぞ。しゃあねえな。当たってくれ。マジでだぜ。これもおまけです。その身で味わいな。あら。
いいね、こいつはすごい発見だよ。いろんな使い道が。よし。何か見つかってく。あ、なんだろう。やったね、新発見。これは過去の錬金術の。こんなもの。おっと、こいつは匂うな。お宝の匂いがプンプンするぜ。よし、よっしゃ、俺の大好きなお宝ちゃん、早く。さっさと終わらせるぞ。おっと、こいつはまずいな。いつもこれならいいんだけどな。ちょっともっと効率が上げられる。あ、素材発見。ゴミを取ってきれいにし。さ。いいところじゃないか。ねえ、何かあるよ。そう。な。
どうか。どうかおつ。どうか。どうか。どうかお疲れ。失礼する。マリオン君、少しいいかな。重要な案件の話があるんだが。はい、ちょっと支部長と話すから。ええ。重要な。さあな、次のか。そんな話。中央から水戸遺跡の調査隊が来るなんて、私たちは中央の連中だが、これまで結果が出せなく。それはここに設備がほ、これじゃコルセイト支部が今。分かっていると。もわす、とにかくこれは君たちにもいずれ準備を手伝っ。ずいぶん。ああ、それで支部全体で受け入れじゅ。へえ、どうかしらね。それなのに後からポッと出てきた連。でもそれが中央のやり方だから。そんなこと言ってられん。二人とも悪いけど、ルシルちゃんとリン、今ならちょうどリンカもいるし。あ、なんだかおかしな話にな。というわけで。なるほど。作戦会議ですか。班長、全員揃い。ありがとう。しかし話を聞く限り。そうね。でも水戸遺跡の調査は本来は私たちコルセイト支部の。それを達成できないまま中央に任せちゃうなんて、そんなの悔。なるほど。マリオンが不満に。コルセイトはすごく小さな村だからできる。言われてみるとそうですね。難しいだろうな、辺境の支部の役人を参加させ。そうよね。せめて私たちに権限か。何が。調査隊の人たちが来るのは分かりましたけど、今ま。それもそうだな。ですよね。だったら、そしたら中央の人たちを待たなくても。そんな無茶な。大体意外とありかもしれないわね。調査隊のための準備って理由をつければ多少。え、誰もたどり着いたことのない。ええ、私たロジー、こうなるとマリオンは本気です。いや、そうと決まれば行動あるのみよ。はっ。善と頼む。さて、一通りの意見。まずは気球をどうにかしないとダメですよね。そもそも技術的な不安も多いですね。どちらにせよ行こうにも。そうですね。ええ、この件にか。それとこちらも手が空きました。課題の達成と水戸。リンカさんが入ってくれる。この命に変えても開発班の護衛。い、命に変える必要。今できることはこんな。それでいいの？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 他に。
なるほどな。どれを調合しよう。材料何にしよう。これでいいか。よーし、始めよう。まだ大丈夫そう。まだ大丈夫そう。どれを使おうかな。効力を上げるよ。どれを使おうかな。風を送る。どれを使おうかな。これでいいかな。それじゃあ、やったー。どの戦力を引き継ごう。